こんにちは、サラです。こんにちは、コウキです。今日は特別な、はい、あのね、ステージでね、うん、そうですね、響きという曲をね、歌わせていただくんですけどね、はい、プロジェクターに VJがてるてる坊主と金魚姫の、ね、はい、発売ということで、ね、させていただくんですけど、どうですか、響き。私、うん、作ったのはすごい早かったのね、うん、そうですね、結構パッて浮かんですぐ作ってみたいなので、でコウキさんにお願いして、まあいろいろアレンジの段階で、うん、アズのスタジオでちょっといろいろ話をしましたね、うんうん、こんな感じかなとか、うん、でも結構本当に今回はさ、いつもはなんか2人でこうふにしようかああしようかみたいなのが多いけど、うん、今回はさ、あの映画のためにみたいなとか、ね、結構ね違った作り方だった、うん、映像を意識した作り方というかね、うんうん、あと作品に合う音色とか、うん、そういったもの、音色とか、ね、尺とかね、考えました。大変だったんじゃないですか。頑張りました、はいはい、で今日はね、はい、なんと、うん、コーラスをつけてね、そう、歌おうかなと思ってますんでね。あと4人、はい、コーラスの子がいて、はい、今回ね、コーラスさんじゃ間違えた、コーキさんがね、まあ、俺がコーラスを作ってくれて、作りましたね。さらに歌も歌ってくださるっていうことでね。いや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 、コーラスさんね、まあ、コーラス祭の中には電話でメロを確認する人間もいましたけど ね、はい、交互期待ということで、はい、あの映像も一緒に含めてね、楽しんでいただければと思います、はい、作品も面白いですよ、ね、はい、ぜひ何か感じれますよ、はい、頑張ります。頑張りましょう、はい、ではありがとうございました。サラでした。ありがとうございました。コウキでした。ごめん、また NG で使われるんだよ、あれみたいな。練習してない。俺、髪やってないですか、大丈夫ですかね。やってない。こんにちは、コーラス響きでやってる田中希と言います。響き初めて聞いた時に、すごいあのサラさんが作ってくれたんですけど、気持ちが伝わってきて、すごい私大好きな曲です。コーラス頑張ってるので皆さん見てください。あ、こんにちは、響きのコーラス隊の、近藤さやかです。この曲初めて聞いた時はすごいあったかい気持ちになれたので、その部分をコーラスでも表現できたらいいなと思っています。はい、響きコーラス、はい、はい、おしんこと山本慎一と申します。すごいなんかメッセージ性の強い、もうめちゃくちゃあったかいあの音楽なので、崩さないように精一杯、コーラスでしたいと思います。聴いてください、よろしくお願いします。こんにちは、白井亮太です。この響きっていう曲は、もう本当聴くと心が現れるような、そういう歌詞が、サラさんの思いが本当に詰まってる、とても本当心にグッとくる曲です。なんでうちらがそれをね、もっと引き立てられればいいななんていうふうに思っています。そうですね、そうですね、はい、せーの、聴いてください。はい、OK、 最後せーのって何だった急にせーのって何だった、すいません、いけます、セーフですか、これセーフですか、これは OK、 あ、総勢23名のアーティストが登場です。はい、私たち25、あ、そう、はい、ですので、今回はね、はい、もちろんソロで活動されてるアーティスト、それから普段は役者をしている、はい、はい、ね、うん、何子たちがね、うん、はい、たくさん登場するんですが、はい、今回コラボレーションをメインにしてますので、はいはい、うん、ね、ね、何どうしたの、ノープランで立っちゃったここに、はい、なので、うん、いろんなアーティスト同士がコラボレーションしつつ、そう、あのクリスマスソングだったりとか、うん、冬のナンバーだったりとか、あまり関係ない曲だったりも、ね、はい、メロだったりね、うん、あの50曲近い今日は曲を6時間弱、そうだね、うん、はい、ぐらいの時間、うん、6時間弱だよね、6時間あるかな、うん、ないね、ぐらいでお送りしたいと思います。はい、ね、お送りしたいと思いますので、はい、皆さんあの最後まで、はい、あののんびり楽しんでいただければなと、そうですね、うん、思ってますよ。スタートしてもいいかな、しましょう、はい、いいと思います、いいと思います、はい、さあ、そんな2人も今回2曲この後、うん、披露してくれるということで、はいはい、スタンバイ行きますか、はい、うん、はい、じゃあ行きます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあこの人たちがスタンバイしている間にですね、はい、サラさん、サラさん、
サラさんもこの後オリジナルナンバーを披露しますが、いいですよ、そこで大丈夫ですよ。はい、はい、でこの曲は何か主題歌だったり。あ、そうなんです、今日、はい、いいの、言って、言っていいですよ、もういいですよ、はい、てるてる坊主と金魚姫っていう、はい、私が主演をさせていただいた映画があるんですけど、はいはい、その DVD の今日発売日なんですよ、うん、そうなんだ、はい、ありがとうございます。なるほど、はい、それでね、うん、それで、ね、うん、脳性麻痺の方のお話で、うん、私脳性麻痺の方役なの、うん、で、うん、すごい障害者の方たちのお話なので、うん、はい、チャリティーとかにどんどん出していこうみたいな企画 で、うん、でその DVD もチャリティーに一部、うん、はい、一部なんつの、換金換金換金あげちゃう、どうぞみたいな、チャリティーにもあげちゃうよみたいな企画なの で、 で、はい、今日こちらでも、はい、発売してまして。そうなんだ、はい、俺ね、試写会見に行ったのよ。あ、そうですね、うん、すごく良かった。あ、すごく良かった、ありがとう。ちょっとだいぶそこからも変わってね。あ、そうなんだ、うん、さらにパワーアップで、見たいね。今日ちらりと歌曲中にその映像も、ね、そうなんです、少し流れますので、で、はい、その主題歌になってる曲で、うん、響き響きとって、うん、はい、よろしく、ね、その曲をですね、披露していただきたいなと。告知大丈夫ですか？てるてる坊主に関しては、てるてる坊主に関しては大丈夫ですか？他にもあるのか、告知また後でまとめてやる。告知はめちゃくちゃあるので、うん、じゃあ今から披露するその響きというナンバーが、はいはい、そのてるてる坊主と金魚姫という映画の主題歌になっている曲ですので、うん、それで、うん、アレンジはコウキさんにお願いして、うん、コウキさんね、作っていただいたので、コウキ、はい、いつものようにね、うん、はいはい、ありがとうございます。ございます。今日も販売しておりますので、ぜひ皆さん興味がある方は、ね、買って行っていただけるとな、はい、ブーパンブースでね、ブーパンブースであるからね、はい、お買い求めいただければと思います。ということで、先ほどまでお話ししていた皆さん、うん、スタンバイの方大丈夫でしょうかね。どうなんだろう、はい、見えないね、うん、ということで、この後オリジナルナンバー5曲続きますので、はいはい、楽しんでいただければと思います。まずは木戸智之さんオリジナルナンバーで愛しい思い、そして島野和樹さんエンドレス、サラさんの響き、八田真美子さん君を愛すること、そして勇さんの幸せの虹、5曲続けてどうぞ。
で今日はね、はい、なんと、うん、コーラスをつけてね、そう歌おうかなって歌おうかなと思ってますんでね。あと4人、はい、コーラスの子がいて、はい、まあ、今回ねコーラスさん、コーラスさんじゃ間違えたコウキさんがね、まあ、俺がコーラス